はい、皆さんこんにちは、和道です。2018年4月の19日朝の10時55分です。皆さんよろしくお願いします。どうだろうか、ごめんね、不具合がねちょっと出ててね、パソコンプツプツするというかちょっと重たくなってると思うんですけど、今セッティングを少し見直してですね、改善されたかとは思うんですけど、どうですかね、音声と映像どうすか、皆さん映像見れてるかな。これでだいぶ改善はされたと思うんだよね。なんかね、 CPU の使用率が異常に高くて、それが原因でね不具合出してたみたいなんだよね。今多分ね普通に動いてるはずではあるんだけど、どうだろうか、見えてる、普通に映像と音声問題ないかな。大丈夫だと思うんだよな、多分。どう？みんな映像と音声。なんかね、Google Chrome が異常にね、CPU 食ってるんだよな。これなんでなんだろう。ちょっと原因不明っすね。なんでこんなに CPU 食うようになったんだ。映像と音声問題ないっすか？どうっすか？レスポンスがないな。困ったな。誰も何も言ってくんね。どう？みんな。動く？ぬるぬる。なんで何も言ってくんねえんだよ。なんか言ってくれよ。わかんねえよ。なんで仕方なんだよ。え、音がずれてる？声と映像ずれてる？え？なんだ今度は。声と映像ずれてる？マジか。なんで？映像と声がずれてるの？ずれてないよね。え？なんかね、さっきずれてるって言われたんだけど。あいうえお。あいうえお。どう？あいうえ、お、ずれてないよね。大丈夫だよね。よかったよかった。うん、よかった。じゃこれで大丈夫かな。なんか映像の不具合出たら教えて。映像の不具合出たら教えてください。よろしくお願いします。はい、ワドツー。荒野とバンドを組むことになりました。ふわっちバンド、こじきっていう名前でバンド組みます。皆さんよろしくお願いします。こじきを組むようになったんで、こじきっていうバンド、そうです。さっきね、荒野と話して、もう荒野が目が覚めたっつってて、で今日ね、今から練習、初練習に行きますね。初練習、今から荒野と練習します。僕らはひらがなでこじきがいいって言ってた、荒野は。荒野がボーカルで行くから、荒野ボーカルで行きます。僕がドラムです。最近名前呼んでくれなくて寂しいっす。あ、岩戸2。あのね、名前呼ぶのね、やめようと思い始めてんのよ、亀尾さん。で、なんでかっていうと、これね、いろいろね、配信的に深い理由があって、なんて言ったらいいんだろうな。そう、ちょっといろいろ考えて、実はね、名前を呼ぶの、挨拶はちゃんとやろうと思ってるんだけど、名前呼ぶのどうなのかなっていうので、ちょっといろいろ悩んではいるんだよね、俺。実を言うと。実はね、これ意図的にやめてたの。名前呼んでもらいたい、やっぱり。亀尾さん。荒野がボーカル。そう、荒野はね、ひらがなでこじきがいいって言ってたね。そこ、俺は、こじきっていう響きに、なんかこう、いいなと思ってるから、ひらがなでも、ローマ字でも、こじきでいいかなと思ってんだけど、うん。俺はどっちでもいいなと思ってる。やっぱ名前呼んでもらいたいのかな、リスナーさんって。どうなんだろう。
あんまりね、意図的に名前を呼ばないようにしようとはしてたんだよね、実は。やっぱ洞察力すごいね、カメオさんね。挨拶は一応しようと思ってんだけど、ね、なんでかっていうと、いろんな深い理由があるんだけど、それ話すとね、カメオさんが気分悪くなったら嫌だなと思って、ちょっと言いづらい部分ではあるんだよね。まあ、俺も俺でちゃんとリスナーさんと向き合って話さないとなといけないなと思ってるんだけど、端的に言うと、なんだろう。あ、っていうかヤバゾン見た？カオス。生きてたよ。カオス今大変だよ。喋れなくなったって。脳やられたって。手術ばっかりやってたよ。ツイッターリツイートしたけどびっくりしたよ。見た？カオス。生きてたわ。ちょっとカオスには LINE 送っといたけど、まだ返信はないけど。おお。はい、みーすけおはよう。みーすけすごいよ。空気清浄機稼働して2週間でもうヤニだらけだよ、フィルター。なんか病気だって書いてあった。なんかすごい大変だったみたいよ。カオスから、カオスのツイート見せようか。今キャプルね。これ。これ。頭ばっかり傷ついてるでしょ。で、これ。硬膜外血腫で入院。アコムの借金、家賃。その他もろもろ借金バカ増え。今日退院。言語能力がなくなった。左頭。お金返せない。稼げない。やばい。でも生き延びてる。いや、ちょっと不謹慎なんだけど、カオスビットコインにはまりまくってて、借金しまくってて。で、もしかしたら自殺しちゃったのかっていうのもあったのよ、俺の中で。心配で。で、まあ生きてて嬉しかったんだけど、多分病気だと思う。脳膜外し失血って言って、簡単に言うと多分脳みそ取ってるね。ちょっとね、心配だよな。まだ会ったこと一回もねえけどさ、俺の中ではなんかすげえ仲間だと思ってっから。寝技で落とされた。いや、ちょっと心配だけど、生きてたね。なんかちょっと、あれだよ。なんかいろいろ考えるわ。ガチで生ポン申請進みといた。わざと生ポン申請詳しいから、あいつに教えてやってよ。あ、オッケー。わかった。ていうか、俺一緒に行くよ。いや、カオス主人公で映画撮りたいってずっと思ってたよ、俺。いや、なんかわかんねえよな、人生って本当に。まあ、コメント差し控えるわ、ちょっと。なんかコメント引用リツイートでなんか書こうと思ったけど、下手なこと書きたくねえわ、と思って。あんまでし、ただ、ほら、うちのリスナーさんでカオスのリスナーいっぱいいたから、とりあえず知らせないとと思ってリツイートだけした。ちょっと、やばぞ、ちょっとカオスと話してたね。今、退院って書いてあるから、もう1ヶ月ぐらい経つもんな。なんか、いろいろ考えるわ、ほんと。違う意味っていうかね、まあまあ、情報は伝える、リツイートする分にはいいと思うけど、なんかあんまり今、ちょっとカオスについては、なんか喋る気にはなれねえわ、申し訳ない。適当なこと言えない。まあまあ、楽しんでいきましょう。俺の中ではお兄ちゃんなんかかっこいいお兄ちゃんの一人だからな。
何やるか分かんねえよマジで人生。落としたのいっちゃんがすごいね、うん、で今日ね1時から1時に荒野と合流します。あとで外配信からのスタジオ配信になりますんで、楽しみにしといて。うん、荒野と俺でバンド組むんで応援よろしくお願いします。何の話してたんだっけ。ヤバゾが振ってくれたんだけど、あ、ギターベース、うん、いや亀尾さんとさっき話ちょっとあれしたかったんだけど、亀尾さんからレスポンスないからさっきのは忘れるわ。レオンの映画、三井寿さんいらっしゃい。僕はあなたのサムネ見るとスラムダンクを思い出します。僕はあなたの大ファンですよ。バスケがしたいです。なんでロン毛のみっちゃんなんだよ。もっとかっこいいのいっぱいあるでしょ。初見さん楽しんでって、僕もスラムダンク大好きなんで多分気が合いますよ。面白かったらフォローしてください、よろしく。りょうっつって、ちなみに僕のサングラスはレオンじゃないですよ、宮城亮太から来てますから。バスケも長距離もやってた。いっちゃんスポーツ得意なんだね。宮城亮太ほんとかっこいいよな。俺ん中のイケメン像宮城亮太だかんね。宮城亮太はマジでかっこいい。意外とね、宮城亮太が丸メガネっていうキャラクター浸透してないんだよね。私服も丸メガネなんだよ。これ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 、あったあった、テンパですやん。宮城亮太パーマでしょこれ。俺のあの丸眼鏡の原因の一つ、これこのリオチン、こっから来てんの。検体出たんだ。生ポって海外旅行行けない。行けるよ、いけるいける、いけますよ。ただまあ実際無理だよ。行くことは可能なんだけど実際金がない、行けないっていうのが現実。行くことを法律で縛ることはできないけどね、行けないっていうのが現状かな。これほら丸眼鏡結構やってるでしょ。意外とね、宮城の私服丸眼鏡が浸透してないんだよね。できる、できるけど、まず、カオスが障害、社保じゃなくて、国民年金、年金を払ってたかどうかがまず一つで、払ってなかったら絶対もらえないで。まあそう、払ってるか払ってないかはご想像にあれだけど、俺は多分払ってねえんじゃねえかっていう。意外と勝手にしてたらまあもらえるけど、まあ、障害者年金もらえるけれども、年金を払ってなかったら該当しないから、まず支払ってたかどうか。アコムで金借りるから多分払ってねえんじゃねえかっていうのが俺の考えなんだけど、で、生活保護で、障害、言語障害が残った場合、多分2級とかだけど、簡単に言うと、年金のもらえる額、じゃ生活保護プラス1万円か2万円追加されるって感じ。うん、ダメだと思う、俺も。だから生活保護だけ。うん、簡単に言ったら、
でもね、俺も笑えないんだよ。昨日さ、ずっと言ってたけど、今日治ってるけど、昨日ね、この辺がずっとビリビリしてたの。いくら触っても触ってる感覚がなくて、今日治ったわ。あのね、昨日怖かったんだよね。麻痺してたの、この辺が。うん。そう、障害による加算ってやつね。そう。加算がつくの。まあでも生活保護で死ぬことはないけど、うん。いやー、カオスに会いてえなー、マジで。なんかでもね、ツイート見てる限りだと、片言になってるから多分ね、文字は打てるんだろうけど、多分働いてない気がすんだよな。いっちゃんも詳しいもんね、障害者加算。なんでそうなった？いや、脳は分かんないよ。分かんない。俺も医者じゃないから。ただ喋れなくなったっていう、なんかね、言語能力失った左頭って書いてあるから、多分その喋ることはもうできないんじゃない？姉ちゃんはどつ？そうだね、手にも後遺症残ってたりね。多分でも後遺症残ってたら書いてると思うんだよ。多分言語やられちゃったんだろうね。多分ビットコインが相当ストレスだったんじゃねえかな。なんか結構のめり込んでたから。姉ちゃんいらっしゃい。カオスな。やっぱ会いたい時に会わないとダメだな。新宿郵便局行くっつってんな。暗証番号わかんない、うん、LINE 返して。 LINE 個人年金と生活保護、個人年金と生活保護同時受給可能です。はい、可能ですけど額が増えるわけじゃないです。生活保護って簡単に言うと、収入があるじゃん。で、収入が低い人を補填するっていう本来の制度なの。国が定めた一人当たり13万以下なんだけど、この人たちを救うっていう制度だから、11万円の人は2万円もらえる、10万円の人は3万円もらえるって、そういう制度なのね。で、そこを誤解されてんの。収入がない人を補填する制度じゃなくて、国が定めた以下の人を補填するっていう制度なの、本来は。で、どういうやり方があるかっていうと、俺の場合だと13万5千円もらえんの。住んでるエリア的に。簡単に言うと、家賃プラス7万円、8万円、7万円後半、8万円台もらえるっていう感じの。家賃プラス生活費。で、少ない人はそれを補填しますよっていうのが生活保護の正しい認識。で、年金はもちろんもらえます。ただ、生活保護で足りない、まず生活保護もらうじゃん。そうするとこの年金を返還するって感じなの。生活保護課にお金を返すって感じ、国に。でも収入があるって認められてるから、この分が加算されるの。その加算率ってプラスされるんだよ、簡単に言うと。5000円とか1万円とかだからね、いろいろ誤解がある。例えば、働いてる人はマックス3、1万5000円まで手元に残るの。次の日まで。はいはい。ありがとね、いつも。エデン、ありがとう。地域で決められた最低のお金、満たない収入に足りない人を助けてくれる。OK。収入の差っていうのは、まず大きなところっていうのは、生活保護の中で家賃。1等地と2等地と3等地っていう3区分がある。1等地、2等地、3等地。で、一番マックスの1等地に住んでる。要は新宿とか、渋谷とか23区だよね。この家賃高いエリアっていうのは5万3700円でんの。で、一番低いところで3万2500円だったかな。うん。要は3万いくらから5万7000いくらまで、その住んでるエリアで家賃、最低の家賃に住んでくださいって決まってんの。ここまで OK。
プラス生活費でだいたい8万円もらえるの。でこのなんでこの8万円っていうのがあれかっていうのは、年齢で食料、要は食べる量って誤差があるでしょ。だからお年寄りってその食費があんまりかからないから、簡単に言うと国民調査って毎年来るじゃん。でチョコレート何枚食べてますか、ご飯どれくらい食べてますかって、あれが生活保護の基準になってるの。要は日本の国民の平均どれくらい生きていくためにっていうデータを取って、それに必要な年齢に対する生活費がもらえるので、今度2人暮らしの場合だと一等地で 53,700 円なのが 62,500 円とかになるの。2人で住む場合は 2LDK とかだから家賃が高くなる。でも1万円とか2万円プラスされるだけなの。 OK で、それにプラス2人で住んでるわけだから2人分の生活費が同時に入るの。だからよく誤解されてるのが、生活保護、子供母親1人子供2人でとんでもなくもらってるっていうのは、家賃が7万円ぐらいもらえて、プラス3人分の生活費が8万円だから3×24、24万円プラス7万円で31万円もらえるっていう計算の。そう、つまり個人でもらうわけじゃなくて世帯主、世帯でもらうので、世帯主が代表してもらうの。 OK。 だから、地域の額で決められるっていうわけじゃなくて国が定めた基準でもらうの。だけど人によって微妙な誤差がある。だから大体13万円前後、簡単に言うと。あの東京の場合は僕は2万5000円しか2万5000円しか援護から出てない。援護なんだろう。じゃあ例えば個人年金受け取り予定額が13万超えてたら補填対象外。姉ちゃんが一人暮らしをしてます。一人で暮らしてます。世帯主です。個人で一人で暮らしてます。で13万以上の厚生年金な個人年金な受け取ってる場合は対象外。 OK。 なんでかっていうと国が決めてる最低基準より上の生活をしてるから。以上、そういうことです。でこの13万円っていうのも実は面白くて、民主党時代は15万円だったの。要は道路に金を渡すか人に金を渡すかってこういうこと。ニュースでよくやってるでしょ。民主党があの企業から人へとか言ってたでしょ。これは簡単に言うと生活保護弱者を守りますって言って、企業に献金とか税率をこう優遇してたのを取って、生活保護者、障害者、母子家庭とかそういうところにお金を配ってたっていうのが民主党の政策だったの。だから俺が受けた時は自民党だったからちょうど下がった時に受けたの。そう、全く違う。いや絶対合ってると思うよ。全く違くないと思います、はい。どこが違うのか言って、あのね、生活保護完全マニュアルは勉強になるから見た方がいいよ。本当おすすめだよ。あの手前味噌で申し訳ないけど、生活保護完全マニュアルかなりいい番組であれ。なんでかっていうと11年ケースワーカーやってる人で、その専門中の専門で行政書士で、で生活保護救済の活動をやってる、もうプロ中のプロとタッグ組んで番組作ってるから、あれはすごいよ。そう、制度は知っておいて損はない。俺ドラムだよ。なんでギターって書いてあんの？え、フーさんどこ情報？ドラムドラム思いっきり DR って書いてあるから、ね、OK。 姉ちゃんさっきの話聞いてない
姉ちゃん全く話聞いて、さっき3人で31万って言ったよね。くっそ腹立つわ。煽ってんの姉ちゃん、喧嘩売ってるでしょ。さっき3人で説明したじゃん。一人で住んでる場合は、一等地で新宿で住んでる場合、5万7500円の家賃が2万円分ぐらいプラスされるから、6万7000いくらになると。家賃が 2LDK とか 1LDK に住めるようになるから、家賃分上がるでしょ。で、3人、母親、子供2人の3人いるのに対して8万円とか7万円、まあ、8万円降りるとしましょう。3パ24、24万プラス6万いくらが入るから、3パ24の6万だから31万ぐらいもらえるよって言ったじゃん。くそ腹立つ。話聞けよ。厚生年金が11万ぐらいで、生活保護が2万5千。チェリー伊藤さんの解釈でもあってんの。ただ、チェリー伊藤さんは多分地方の人なの。だから、13万円じゃなくて多分ね、11万5千円ぐらいもらうのが普通なんです。多分ね、三東区っていうところに住んでて、多分ね、静岡とか、岡山とか、多分そういう地方のエリアに住んでる方の。だから、53,700円東京だともらえるのが2万円引かれて、家賃の上限額が32,500円だから3万いくらなんだよ。で、つまり2万引かれてる、家賃の分が。プラス生活費始まるんだから、11万ぐらいもらうのが普通。ただ年金の11万の収入があるから、返還をして手元に戻ってるの。だから本来伊藤さんは、普通の生活保護だったら11万円前後もらえるところを、年金の収入があるからって言って加算がされてんの、年金分。だから年金が11万で生活保護2万5千円っていう考え方でもいいんだけど、難しいんだよそこ。それが対応によって違うから。おはようございます、ありがとう投げてくれて。あのね、そこはあの手続きによるの。現金で13万円を先にもらって後から返すやり方っていうのと、自分の年金のデータベースっていうの、障害持ってる方とか多いんだけど、要は計算ができないでしょ。だから年金の通帳を渡しておいて、自動計算で足りない分を振り込んでもらうか、それはね役所によって対応が違うから、まあもらえる額は一緒なんだけど、違う。だから今、いっちゃん説明してるでしょ。加算がされるかされないかっていうのは、その、人によるの。言われます。ただ、言われるのが違法だから問題になってんの。申請に行って元気そうに見えたら働けって言われるんだけど、その行為自体が違法行為の。違法じゃない。違憲。もっと上の段階。だもし、テープとかで録音してたら裁判で勝てるレベルの。それはありえない。いやよさん、それはありえない。友達で保護を受けてる人いるけど、2人で10万円ちょっとって言ってたけど、人数分配、ブルゾンちえみさん、じゃあ OK。 生活保護っていうのは全額もらえるわけじゃなくて、足りない部分を補填してるんです。で、ブルゾンちえみさんのご友人の方は多分お母様と子供のケースで、お母様がアルバイトしてるんです。で、パートで働いてる分、2人だと16万の21万だから10万円もらって、多分ね、12万ぐらいの収入があるはず。要はパート社員で週4日の6時間とか働いてんの。合ってるでしょ、ブルゾンさん。わかる？要はアルバイトで働いていて12万ぐらいなんだけど、子供がいて生活が面倒見れないから、足りない分を生活保護でもらってる。絶対正解のはず。もしくはお母様が障害を持っていて、障害者年金、結構重たい障害者年金をもらっているとか、そういうことじゃない、じゃあ働く気が失せた時点で誰もが受ける権利があるんだ。あります。正確に言うとあります。あります。あります。はい。でもそこは法解釈の難しいところ。なんでかっていうと、労働の義務っていうのがあるから、本来は労働の権利と捉えた方がいいんだけど、そこは憲法論議になるからね、難しいところなんだよね、憲法解釈。いや、義務条項をどういうふうに捉えるのかっていう、もともとは勤労の権利だったのね。だからね、結構込み入ったことに、言うことでたらめって
どうデタラメなのか言ってくんない？こんなに誠意持ってさ話してさ、すごい一生懸命喋ってるのにデタラメってどういうことよ。でケースワーカーとか憲法とかめちゃめちゃ勉強して話してるんだよ。うん、あ、そうですよ、日本ってすごく権利に手厚い最高水準に、実はなんかベーシックインカムいらないよって言ってるのはそこ。うん、母親が働いてないと思う、友達に教えてあげてくる、友達に教えてあげる、母親、友達の母親働いてない、うん、オッケー、わかった、オッケー、生活保護気になる人、僕のふわっちのプロフィールページをまず見てください。いきますよ、まず僕のふわっちのプロフィールページに何て書いてあるか見ましょう。いきますよ、僕のふわっちのまずプロフィールページを見てください。ここでね、ここに何て書いてあるか、生活保護に関する質問はこちらをご覧くださいって書いてあるの分かる？生活保護に関する質問はこちらをご覧くださいって書いてあるよね。でこれをクリックします。そうすると、うるせえな、うるせえうるせえ、うん、大江戸温泉とか知らねえわ。そうすると生活保護完全マニュアルっていう動画が出てきます。これ僕でしょ。でこの人ケースワーカー歴11年、で現在行政書士で、どんなことが書いてあるかって、こんなに議題話してるから2時間で、まあ行くよみんな、生活保護対談のいきさつね、自己紹介で、どんな人でも生活保護を受けられる、いや暴力団以外、生活保護手帳を読めば全て書いてある、ケースワーカーは警察と連絡してるのか、暴力団は生活保護を受けられないのか、外国人の生活保護受給問題について、NHK から国民を守ると立花さんとのつながり、持ち家があっても生活保護を受給できるかどうか、次長課長の河本と母の生活保護受給問題、元都知事松添さんの姉は生活保護だった問題、生活保護の扶助について、車の所有ができるかどうか、原付も含む、生活保護者のギャンブルは OK かどうか、生活保護で海外旅行はできるのか、私物はどこまで所有できるのか、生活保護のふわっちのポイント、アマゾンポイント、ビットコインなど、区役所に彼女を連れてきた場合、住所がなくても生活保護は受けられるのか、ケースワーカーがサボっているだけ、生活保護安全化は左遷コースかどうか、生活保護は世帯収入で決まるのかどうか、貯金はいくらまで可能なのか、公明党とか共産党の議員を連れていくと受給がしやすくなるのかどうか、ベーシックインカムと生活保護の関係性、生命保険は解約したらどうか、隠している銀行口座はどうやって生活保護官が調べるのか、 FX 株ビットコインの投機について、これ全部書いてあるから、みんな気になること全部書いてあるから、全部書いてあるから見てくれ、もうクリックするだけだから、なぜ俺に聞くんだよ、全部もう話してるから、あー腹立つわ、全部書いてある、君たちが知りたいこと、ここに書いてないことを質問してくれ、もう俺の問題じゃない、もう全部答え出してるから、この URL を友人に貼ってくれ、うん、貼れ、コピーペーストもできねえのか、21世紀2018年の春だぜ、おい頼むぜ、うん、え、なになになに、どういうこと、ちょっと待って、いやよで書かれてもわかんないんだけど、家を売ってね、所得、所持金ゼロ。いやいや、勝手な解釈しないで、勝手な解釈しないで。だから動画を見て、いやよさん。動画を見て。俺、受けれるとは言ったけど、受けるのにどういう、わかった、わかった。もうちょっと待って、めんどくさい。キャプルは、俺もう説明したくない。頭きた。ちょっと待って、頭きたからちょっと待って。いやよさん、いやよさん、ちょっと待って、勝手な解釈やめて。俺は動画を見てっつったの。勝手な解釈やめて、本当に。ちょっと待ってね、頭きたから。ちょっと待って。ちょっと待ってね。いやよさんの質問は、家賃、持ち家があったら生活保護受けれるんですかって言って、受けれますよとは言ったけれども、俺は動画を見てっつったの。わかった。やり方教える。家賃の持ち家について、持ち家があっても生活保護受給できるかどうか、19分をクリックしますね。例えばね、うん。よく勘違いされるパターンで、さっき言った
回もそうですけど、あとはこれは持ち家だと受けられないとかね。あ、それよく言われます。これね、これ間違いです、ね、これ、そうそうそう、はい、ただしね、ローン付き住宅はダメなんですよ。うん、ここが違い。ただローン付き住宅であっても、その何でしたっけ、ローン付き住宅であってもですね、例えばあのそのローンの支払い止まったわ。見て見て見て見ろ。わかった？条件は詳しく説明してあるから見て。専門家だから。俺専門家じゃないから。見て。 OK？ いやいやさ、 OK だったら OK って書いて。勝手な解釈やめて。見て。止まった。もうめんどくさい。見れるから。今すぐできることだから。見て。OK？ OK？ いやいやさん。OK？ そのためにあの動画作ったから、もう拡散して。生活保護受けたい人、困ってる人、拡散して、そのための動画だから。OK？ で、勝手な解釈はやめて。見て。ルックしよう。バンドはね、13時から。13時集合で、そっから買い物行って、シールドとかあって。OK！ ありがとう。伝わった。嬉しい。シェイクハンドね。OK！ 確かめよ。疑うな。信じるな。確かめよ。OK！OK。見て、見てから質問しよう。OK。OK。もう、何年間もこの質問やってきたから、俺。うん。バガーありがとう。ありがとう。いや、タリーズ飲みたい。もう血管切れそうだよ、俺。うん。生活保護で年金もらった場合も全部乗ってるから、いっちゃん見て。うん。見て、頼む。うん、そのために動画まで作ったの。うん、キャラ変えようとしてない。俺は見てっつったの。うん、もうしかもあの動画3回目だから。3シリーズ目だから。うん、頼むから見て、うん。俺は専門家ではない。でも専門家とパートナー組んで困ってる人は助けたいと思ってるから。頼むよ。でツイートして、うん、リツイートして、困ってる人のために拡散して、 LINE とかで友人とかにこの番組見た方がいいよ、説明もうガンガン拡散して。生活保護完全マニュアル、完全マニュアルだから、うん、作るのに何時間かかったか、撮影に何時間かかってるかで、第4回目の撮影でどんだけ俺が打ち合わせ使ってるか。弁護士じゃない！行政書士！うん。何度も言ってる。うん。行政書士、小川祐希。昭和46年、千葉県生まれ。平成7年、早稲田大学法学部卒業。平成7年、船橋役所入所。全部俺は説明してる。弁護士なんてひっと言も言ってない。現在ブログや動画で生活保護困窮者救済のために生活保護のきちんとした法律に基づいて生活保護の法律を適用できるように活動してます。頼みます。俺は弁護士なんてひっと言も言ってない。はぁ、あ。はぁ、あ。勝手な解釈やめて。勝手な解釈やめて。風船ありがとう。うん。誰も言ってない弁護士なんか。お疲れ様です。どうも。うん。いや、もう、血管、脳みそにダメージ半端じゃないから、俺。イライラが。半端じゃない。マジで。うん。あんな、みんなの質問に答えるためだから。うん。ハートありがとう。命削ってるよ、俺。配信で。本当に。頼むぜ。
いやー、今体力だいぶ削られたね。だいぶやられた。だいぶやられた。半端じゃねえな。いや、俺はその何て言うのかな、経験から語りたいっていうか、俺は要は段ボールで寝たことあるし、段ボールの辛さ知ってるから、段ボールなめんなっていうのが俺の考えの。段ボールで寝てくれ、マジで1回だけでも。いろんな経験がある。もうホームレスをバカにしてもいいけど、まずはたった一晩でいい。たった一日お金とスマホ置いて、着てる服と段ボール持って、段ボールで寝りゃいいんだよ、道路で。帰ってもいい。一回寝そべってほしいの。冬場でも夏場でもいつでもいいよ。昼間でも夜でもいいよ。その時どんな気持ちを味わったのかがリアルだよ。リアルだよ。それで初めて批判できるんだよ。そう。誰、金持ちでも貧乏人でも誰でもできる。一回路上で寝りゃいい。寝てみた時に感じるものが全て真実だから。隣にいるホームレスに話しかけてみたらいい。辛いですねって。なんでこうなっちゃったんすかって。そこで聞こえてくる声がリアルな声だよ。だから俺はただ救いたいとか困ってる人を助けたいっていう。そう、ほっとけないって思っただけ。でも別に一人一人に声かけて生活保護を受けようよっていうのは違うと思ったから。俺はネットの人だからネットで活動してるだけ。でも未だに来るよ、メッセージ。あの動画で。ワド助けてって。俺同い年って。今漫画喫茶にいるって。206円ポケットに入ってるって。俺どうしたらいい、ワドって。未だに来るよ。多分でしょ、トンチキさん。多分でしょ。憶測はやめよ。やってみればいい。いろんなものが見えてくる。楽しんでる人、辛い人、要はホームレスの中でも地獄と天国があんの。だから多分は、トンチキさんが見て初めて、経験して初めて分かる。兄ちゃん、どっから来たんだ、飯食うかって。やってくれる人もいれば、縄張りだ、出てけって言われる体験がある。トンチキさんの住んでる地域にもよるし、出会うホームレスによるの。俺はいろんな人見てきた。200人以上ホームレスに取材してんの。いろんな人がいるから。いや、それがね、快適なわけないなっていうでしょ。快適だよっていうおっちゃんいるんだよ。俺は撮影してるから、みんなにシェアしてるから。この生活最高だよって。 NHK 取材来るんですかって。来るよっつって。あいつらクソだよって。俺の VTR 使わねえらしいぞっつって。働かないで飯食えんだ、最高だよっつって。そうだよ。その人はね、その人は。できるかな、バカ、ありがとう。だから人によるの、本当に。楽しんでる人、エンジョイしてる人いるの。でも辛いっていう人もいるの。人によるんだよ。だから憶測はダメ。納品いってらっしゃい。いつもありがとう。風船ありがとう。だからその体験を持ってリアルだから。読んだ本とかじゃダメなんだよ。段ボール引いて寝れやいいよ。死にやしねえよ。帰ればいいよ、帰りたくなかったら。その時に感じるものは宝だから。宝だから。それはね、人によるの、トンチキさん。だからね、一概には言えない。寝てみりゃいい。天国だっていう人もいれば、地獄だっていう人もいるよ。バガープレゼントありがとう。それは人による。だから面白いよ。何でも食ってるよ。そう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 。もうね、ほんとほんと、論より証拠よ。花火ありがとう。生活保護の件で DM、 LINE がいいな。 DM じゃなくて LINE の方がありがたい。 LINE 持ってる？匿名さん、 LINE ちょうだい。 LINE の方がいつでも見れるから。DM はね、ツイッター開かないといけないから、通知来ないからさ。花火ありがとうね。もちろん、困ってたら、何ができるか分かんないけど、LINE ちょうだい。
で、もし俺が手に負えない案件だったら小川さんつなぐから、うん、地獄だね俺は、うん、俺は名はおオッケー、分かった、いいね、いい質問ありがとう、オッケー、ちょっと待ってね、ちょっと待って、いい質問だ。和道さんはどうだったのって、そういうことよ、そういうこと、配信っつうのはそういうことよ、ありがとう、そういうこと。ちょっと待ってね、俺が3回目にホームレスやった時に買った本だよ、うん、俺がホームレスで買った本だよ、もうこれが全部だよ、これが全部ブックオフで買ったんだよ、これがリアルよ俺の。こういう人もいる、こういう人もいる、ヒルズ族なんてぶっ飛ばせって言ってる人もいるよ、うん、前橋さんね、いろんな人がいる、いろんな選択肢がある、うん、夏いだろう。でも自殺についてはこれを超える書物は出てないからね、うん、自書伝書いてっつうか、俺は生放送で語ってるから、うん、いや本書きませんかって依頼来たら全然喋るよ、全然書くよ。だから俺はこの活動やろうと思ったの。俺は今生活できてるから別にいいんだよ、ただ本書いてそれで役に立つんだったら本屋来いよ、何でも喋ってやるわ、うん、発禁本だね、うん、うん、そうリアルを届けたいの俺は、俺は喋りで伝えたい、うん、あのね、でもね、俺のこれは俺の言葉ね、あのみんな覚えといて、ホームレスって言葉、ホームって言葉、英語で辞書を引いて家庭って出てくるの、ハウスレスなんていないんだよ、段ボールかもしんない、ビニールかもしんない、家はあるんだよ、ハウスレスだと思ってるだろ、ハウスレスじゃねえかんな、家庭がないやつが路上に行くんだよ。これが俺の取材の結果。これはすごいだろ。ホームはあるんだよ。わかる？あ、ホームはあるんじゃない。ハウスはあるの。ハウスはあるの。みんな家がない人だと思ってるでしょ。違うよ。家庭がない、身寄りがない、頼る人がいない。だからホームレス。家庭をレスね。これ覚えといた方がいいよ。家がない人じゃないから。家は持ってるから。家はあるんだよ、奴ら。ボロっちいかもしんないけど。そう。みんな家族いねえから、路上生活に行ったら、ほぼ 100% 身寄りのない人。強いぞ。そう。孤独の人ね。そう。だから俺は家出っていう映画を撮りたいの。路上に出るホームレスっていうのは家出なんじゃないかっていうアンチテーゼを出したい。これは家出じゃねっていう、帰る人もいるから、でもなあ、ホームレスからここまでねよくしてもらってんのもんな、ありがてえよ本当に。 LINE 切ってるな、
社会問題的な思いよりちょっとユーマ、いや俺がね撮りたい映画は違うの、ホームレスの人たちのリアルを描きたいの、喜びと悲しみを描きたいの。要は辛いって言ってるのももちろん見せるけど、あれ NHK の人がホームレス10人ぐらいに1人なの、辛いです仕事を失って、要はねホームレスなりたての人なの。ホームレスの人に取材行くだろ、9人なんて言うかっていうと、この生活何年やってるんですかって、ああ20年、普段何食べてるんですかつって、ケンタッキーフライドチキンつって、悲しくないですか辛くないですかって、いやめっちゃ楽だよつって、お前もやるって、タバコとか吸いたくないですかって、うんこのケースの中にねタバコあるんだつって、カートンでブワーって入ってて、お金なくないですかつって、今ね20万ぐらい持ってるからつって、仕事ないんですかって、いや働いてるよって、あのね土方に出ててね、大体ね月の半分ぐらいはね土方で働いててね、あのねその時ね弁当出るからいいんだよつってこれがリアルだから、辛くないですかつって、割りかし楽しいなつってね、なんかうんじゃあもう帰ってくれつってゲームボーイやんゲームボーイでラジオガンガン酒大五郎バンバンみたいな、ベロンベロンに酔っ払ってこれがリアルだよ、うん、そういうのも全部やりたいの。そうじゃなくて苦しいって言ってる人はねみんな生活保護に行くの、うん、いやケンタッキーだから聞いたの、毎日ケンタッキー良くないですかって言った、あんな脂っこいもん毎日食ってみろバカ野郎って怒られたよ俺、あんなもん毎日食ってもお前食えんのかよっつって、たまに食うからうまいんだよケンタッキーはっつってだよ、うん、いやタフだよ、あそうなんだ、へえ、ゼロ円で生きるって、いやいやだからねリアルを知ると深いよ。例えば手に入らないものはないっていう話聞いたことないでしょ、海の幸、山の幸、丘の幸、畑の幸ね、都市の幸があるんだっていう話を俺は聞いたことある、間接的にね、ブログで読んだ。都市の幸、何でも手に入る、お金、ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、マック、焼肉、何でも手に入る、お米、弁当、パン、何でも手に入る。ただ世の中に一つだけ手に入らないものがある、みんなが普段飲むの、何だと思う？都市の幸、要は世の中で手にお金で買わないと唯一手に入らないものがあるって言ってんの、その人、それ何だと思う？みんなが絶対知ってる商品名、これだけはお金を払わないと手に入らないものがあるの。それ何かちょっと考えてみて、みんな考えて、何だと思う？これだけはホームレスの人でもお金払って手に入れるの、何だと思う？正解、コカ・コーラです。コカ・コーラは誰も残さないっていう格言、コカ・コーラはそれくらいうまいの、いやタバコはね手に入るんだよ、多分ね、アイコス手に入れてる人もいるよ。そうコカコーラ、水なんて余裕だよ、公園でこうやって飲んでるよ公園で洗濯するでしょ、公園で水浴びするでしょ、もう公園すげえから、だからあの公園の周りに住むんだよね、うん、そうそう炭酸水がねもともと薬局で処方してたから。でね、コカコーラより起源が古いのはドクターペッパー、だからドクターって入ってるでしょ、そう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 、もともとあの今ある商品名で一番古いのはドクターペッパー。そう、公園の周りにホームレスは住む理由がある、水があるから、あトイレがある、これはでかい。だからみんな知らないかもしれないけど、生活保護ってあの受ける手前じゃん、ホームレス受ける手前っていうか、要は生活保護以下の生活でしょ、
役所に行くとお風呂入りたいんだけどって言うと入浴券くれるの知らないでしょみんな。ホームレスの人もお風呂入るんだよ。みんな入らない臭いって言ってるけど入らない人もいるんだけど結構清潔な人多いのよ。洗濯とかもバンバンやんのコインランドリーとかで。で1週間に1回そのお風呂入りたいけどどうすんのって言ったら、あ入浴券があるんだお前バカかって言われて、そう教えてもらって、そうタダで入れる券をもらえるの。なんでそんなことしてんの。俺ホームレス、もともと3回やってんの。だからリアルな話なのこれ。だから俺の放送でいっぱいあるよ。もともとだからこのホームレスをなくすっていうのと、俺はホームレスは別にまあまあいてもいいかなと思ってんだけど、やりたい人はね、自殺者を減らすっていう運動をやってんの。もともと自殺をこの世からなくすっていう、そうホームレスは別に、いや順応してる人はいいから別にホームレス減らさなくてもいいか。そうリアルトークよ。そう要は経済的な理由とかでの自殺をなくしたいの。だから困ったら LINE でも DM でも送っておいでっつってんの。うん、衛生面での支給あるよ。あともっと言う方か、乾パンももらえるよ。どうしても食えなくなったら市役所行きな。生活保護いらねえから乾パンくれって言ってごらん。乾パンくれるよ。知らないでしょみんな。もう本当に死ぬと腹減ったっつうと乾パンが倉庫にあんので、これどうぞって言うとありがとうっつって乾パン食えるから、試しに行ってみりゃいいよ。うん、もう死ぬと。ただ生活保護はなんとかまた大丈夫だと。食い物くれっつったら乾パンくれる。下手したらもっといいもんくれるかもな。だからね、生きることにコミットするとなんとかなるんだよ。絶望しなくていいんだよ。どんな窮地でも日本で餓死することはないから。たまにあるけどね、おにぎり食べたい事件とか、だからそういうの減らすために活動やってんだよ。だから俺の電話とか来るよ。和道に遅れたけど1年前おめでとうって、生活保護抜けてって、俺も和道の放送見て抜けたよっつって、今働いてるよって、なんかファンレターみたいな長文で来るよ。俺が知ってる限りね、リスナーさんで生活保護抜けた人4人知り合い、あ DM 来た。和道の放送で俺も働きたいと思ってっつって、今バイトやってるとか、どっかに就職したとか、生活保護抜けたわっつって、なんとか立て直したわっつって、なんか長文で本当になんかありがとうなみたいな。俺がありがとうなんだよね。そう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 、だからね、制度っていっぱいあるんだよ。だからね、大丈夫よ。そう、アイラ、アイよ、誰だろうそれ、アイラ、アイラ生活保護経験、俺生活保護だよ。アイラ、アイよって誰、何だ、誰だか知んないそれ、アイよって誰か分かんないけど、俺は生活保護経験者だよ。だからね、なんつうの、いざっていう時のために人に命かけるんだったら俺はいい国だと思うよ。税金払ってさ、その本当に死にかけてる人間を救うんだったらいい税金の使い方してると思うぜ。だから日本の法律って建前上不労者って一人もいない計算なんだよ。好きでやってる、好きでキャンプしてるだけなの。日本国には不労者なんていないんだよ。生活保護っていうのそういう制度だから。面白いでしょ。彼らは好きでやってる人たちの、自分の趣味で路上生活をしてる。アイラか、いやアイラがホームレスだったら知らねえ。生活保護経験してないでしょアイラは。わかんねえわ、聞いたことねえな。どっから出てきたのアイラ。生活保護は不労者、不労者、生活保護は不労者、ちょっとよくわかんないかな、不労者、なんだろう不労者って。何の話だろう。
いやいや、全然全然。働きながら生活保護を受けてる人なんで腐るほどいるよ。初見さんいらっしゃい、楽しんでってね。和道です。たくさんいるよ。本棚に戻すのめんどくせえな。生活保護を叩くのはなんか違う、最近思うようになった。そうだよ、うん、だから時給を上げたらみんな働くよ。ニートは俺はストライキやってるだけだと思ってるから。人手不足だ人手不足だっつってさ、末端のただの底辺労働だけ人手不足じゃん。別に普通にね、高給取りは全然活躍してるでしょ。タクシーの運転手、トラックの運転手、美容師、なんだ、介護、コンビニの店員とか、ドブラックばっかりでしょ。だから日本の若者がストライキやってるだけだと思ってるから、労働環境変えてごらん、みんな働くよ、うん、俺は東京の価格で時給1500円にしてごらんって言ってんの。全員働くわ、うん、こんなん働くわけないじゃん。一人子供産むのにさ、大学まで3000万かかんだよ。みんな一人、自分一人生きていくか死んでいくかっていうさ、年収200万とかで生活してんのにさ、そんなんさ、もう嫌になってるでしょ、うん、不正受給の問題なんですかね。うーん、なんですかねって言われてもね、あのね、不正、世の中で不正受給だっていう案件って全然不正受給じゃなかったりするの。具体的に不正受給が何なのかを知らない人たちが不正受給って騒いでるだけなの。そもそも生活保護っていうのは働けない人を補填する制度ではないのね。全国民で所得の低い人を助ける制度っていうのを知らないだけなの。そうだね、俺の主な収入、まあ4つぐらいキャッシュポイントあるんだけど、一番メインになってるのはみんなからのアイテム。アイテムください、これが俺の仕事。労働を放棄した人間だから、うん。ありがとうペニーさん、花火ありがとう。ペニーさん今度一緒に企画やろうね。また格闘技やるからさ、来てよ、この前のやつ、うん。はい、上着者いらっしゃい。ペニーさんからも最近会えてないから。俺はね、でもね、ドレさんと、ドレさんのオフ会で初めてペニーさんに会ったんだけど、俺はペニーさんはね、ずっとね、俺との約束をね、守ってくれてるから、俺ペニーさん好きなんだよね。バカありがとう、鳥になりたいさん。ああ来た来た。え、嘘？え、嘘？え、今日さ、ペニーさんさ、マジで？来ない？1時ぐらい、新宿って来れます？ペニーさん。え、ペニーさんどこ住みだっけ？今から1時間後、新宿来れます？来れます？マジか、意外なんだけど。お笑い芸人の河野とかおっかさんに生活保護を受けさせておいて、ベッド家にお金入れてたんだよ。そっからナンバポガ世間に広がった。うん、いい質問。あれ不正受給じゃありません。不正受給問題って言ってるでしょ。
あれね、トンツキ野郎さんね、俺の動画見て、生活保護完全マニュアル見て、それについてコメント受けてるけど、みんながもっとびっくりすること出てくるから。不正受給じゃないよ、うん、だから不正受給だっていうのを広めたの、マスコミが。もっと言うなら、民主党政権を自民党政権が取るために布石を打たれてんの。だから最近さ、不正受給が不正受給がって言わないでしょ、テレビ。あれ民主党の時ばっかり言うでしょ。あれ政治に利用されてるだけだよ。みんなちゃんと頭使ってリテラシーも持ちな。自民党、なんで民主党って企業にお金税金使ってたのをね、人にばらまいた。民主党支持者ではないからね。自民党支持者ではないからね。誤解しないでね。簡単に言うと、民主党政権だった頃って2万円生活保護多かったの。だから不正受給不正受給っつってバンバン叩いたの。それ政権取り返したの。簡単。いや、ベースレンタルできるから。うん。手元になくてもいい。うん。あの、スタジオ行くときにレンタルできます。無駄に叩かれてるっていうか、法的に言ったら、じゃあ例えば、じゃあね、トンチキ野郎さんとかカプチーノさんとか皆さんに問いかけます。問いかけます。いきます。皆さんが大成功しました。OK?皆さんが大成功して億万長者になりました。家族と仲悪いです。支援しますかしませんか?質問です。うん。この問題に答えて。河本は置いといて、皆さんが億万長者になりました。家族と仲悪いです。家族のこと支援しますか?支援しませんか?オッケーオッケー。ペニーさん、またまた。気が向いた時に声かけてください。しませんでしょ。うん。しませんでしょ。みんなはどう?他の人。みんな自分の問題だと思って。うん。する?しない?でしょ?しないでしょ?ノーでしょ?まずこれ。じゃあ今度、しないっていう気持ちは分かった。国がしろって言っても、する法律なんてないでしょ。うん。つまりこれってどういうことかっていうと、扶養義務ってやつの。世帯主は扶養義務がある。要は、一緒の家族として住んだら、扶養義務とか世帯主って登録してるでしょ。世帯主はこの家族を食わせる義務が発生するの、実は日本の法律だと。ただ家が別になったっていうことは、世帯主とか世帯関係がなくなる、扶養義務がなくなったってこと。だから個人の自由です。じゃあ河本のこと考えましょう。河本は親に振り込んでました。生活保護を受けてました。何が問題なの。何の問題もなくない。ただのやっかみじゃん。河本が面倒を見ろよって。だけど河本は河本で自分の力で稼いだんだから、河本がお小遣いを渡すか面倒を最終的に見るか、河本とお母さんの関係でしょ。何が不正があんの。ただのイメージ操作でしょ。いやだからそれも憶測で話してるさ。でもっと言うなら OK、 生活保護完全マニュアル見ましょうか。みんな絶対見た方がいいよ。こういう話が面白いんだったら見ようか。 OK、 キャプります。だから生活保護完全マニュアル3作作ってるから見て。マジで、あの、一生懸命作ってるから。ここにあるでしょ、生活、俺の YouTube チャンネルのトップに生活保護完全マニュアルあるから。に2作品目あるから。 OK、 これの1、これクリックするでしょ。この人ケースワーカーだから。いくよ。ここにもう全部の議題書いてあるから。いくよ。河本問題、自称課長河本の母、これでしょ。いくよ。ここクリックすると、いくよ。聞いてみようか、小川さんの見解を。はいはいはい、親の自称課長の、そうそうそう、はい、あれの親受けて本人5000万収入あんたに、これいいんですか、これ不正受給じゃないですか、はい、なんか不正受給じゃないですか、全然なんないですよ、あれおかしいですよね。あれはね、家庭の嘘つき野党時代な。この人はちなみに言うとどういう人かっていうと、俺の動画に感銘を受けた活動に、あの、この人言ってること正しいよって、生活保護のこと正しいよってコメント書いてくれたので、実は俺専門家だよっていう。生活保護の専門家なの、この人。で、どう専門家かっていうと、行政、あのね、ケースワーカーなの、簡単に言うと。要は、生活保護を支給する立場を11年やってた人の、船橋市役所で。で、あまりにも、その生活困窮者が多すぎるって言って、独立して行政書士になって、今、その生活保護をちゃんと受けるっていう、法制度に基づいてちゃんと適用しようっていう活動をやってる人ね。要は、俺の YouTube にコメント書いてくれて、そのコラボするっていうので、一緒に番組作ってる人。だからちゃんと、あの、専門家よ。
OK? それ前提で見てね。ただのおっさんじゃないから。なんか、まあ、叩きたかったんでしょうね。だから日米連が文句が入って、はい、僕、あと政治とのつながりも話したくて、なんか、その、はい、ちょっと話しそれちゃうんですけど、はい、なんて言うんだろうな、自民党が政権取ってないときに、はいはい、政権取るために、はいはい、その、民主党バッシングしてた部分ありません、メディア使いながら。そういうなんか裏側の話とかも後で聞かせて。あ、どうぞどうぞ。はい、すみません、河本さんの話を聞いても、どうぞ。だあの河本さんの話もおそらく生活保護についてもバッシングをして政権取りたかったと思うんですね、自民党場所、うん、ですよね。で片山さつきさんがあの盛んに急にこうわーっと芸能人で、あの別の芸能人が出てきてましたんで、あの個人情報をそもそもなんで知ってたって話ですから、そこまでしてそっちもほらいいとこつくでしょ。なんで河本さんのお母さんの個人情報が漏れたのってそう思わない？河本の母親、お母さんが生活保護を受けてるっていう情報がリークされてる方が問題だと思わない？芸能人の母親だとしても個人なんだよ。国民なんだよ。その人が生活保護が漏れてるっていう方がおかしくない？どう思う？みんな客観的に見て。もう大丈夫と思ったんだけど、で、次長課長はなんかですね、あの月3万ぐらい市役所の話だって、その月3万がいいかどうか。OK。亀仙人ね、それは河本は悪くないよね。河本が振り込んでた部分っていうのは生活の援助を申請しなかったかどうかっていうのはお母さんが悪いの。つまり河本を叩く理由がないのよ。わかる？亀仙人論理。河本はお母さんにお小遣いを渡しても別に違法ではないの。ただお母さんがそれを申請してたか申請してないかはお母さんの問題なの。そう。だからもっと冷静になった方がいいよ。で、はい、一応話し合いをしたみたいです、社長。だから日米連が社長合意してんだから、何も問題ないのに、なんで片山議員はあんな風に言ったんだって結構高い。で、みんなが、じゃあ今度権力者側の話するよ。河本のお母さんは叩かれた、河本は怒られた。ね。で、今度、片山さつきさんっていう風に名前出てきたけど、みんながびっくりするような話してあげるよ。これもう全部載ってるから。ちょっと待ってね。よここでギャグじゃないですけど、片山さんの元旦那って増田さんですからね。で、増田さんのお姉さんが生活を受けていたって、もうブラックジョークですからね。これ意味わかる？片山さつき議員が河本の、音声見えてる？映像と音声見えてる？片山さつきさんが河本のことバッシングしたのが始まりでしょ。でも片山さつきさんの旦那さんって増添さんだったわけじゃん。増添さんのお姉さん生活保護受けてるんでしょって、これもうギャグでしょっつってんの。言ってる意味わかる？なんでお前がこんなこと言えるのって、叩けるのっていうブラックジョークだっつってんの。でギャグじゃないですけど、片山さんの元旦那って増田さんですからね。で、増田のお姉さんが生活を受けていたって、もうブラックジョークですからね。で、ちなみにそれ記者から質問されて、動画で出てるんですけど、増田さんに聞いたら、お姉さんを受けたら、多分1円もってケチだし出さなかったんでしょうね。いや、来たらしいんですよ、北九州から。そしたらなんかね、いや、兄弟ってのもあるのかな、なんか悪いのお姉さんと。っていうような話がもうてんこ盛りだから、もうこういう面白い生活保護にまつわる話、こんだけ議題やってるから、一つの番組で面白いでしょ。貧困ビジネスについても、これ好きなところクリックしたら全部裏話聞けるから、みんな見て、あのこの動画いいねボタン押してね、チャンネル登録もして、 YouTube 生活保護完全マニュアルよろしくです。でしょ。だからメディアがその情報操作とかコントロールなんか容易にできるの。騙されたらダメだよ、みんな。うん、騙されたらダメだよ。で、生活保護を受けてる人のためになる情報とかも出してるし、受けようと思ってる人、もし自分に受けるときに勉強したいっていう人に全部に得になる情報になってるから。で、俺らは別に不正受給を広めてるわけじゃなくて、現行法で正しく適用しようよって言ってんの。要は水際作戦とかやめようっつってるだけだから。で、それに問題があるんだったら法律変えようっていう、そういうこと。松添じゃない、松添さんのお姉さんね、だから結局権力者側の都知事の身内はやらないで、なんで河本、しかもお前もともと夫婦だったろうとかで、個人情報を晒すのどうなのっていう話よ。アホくさい。要は政治のゲームに国民が振り回されてるだけなの。自民党になってから生活保護の叩きやめたでしょ。
こんなくだらないゲームに付き合ったらダメだよ。バカ臭い。命に関わる問題なんだから。だったら河本は お母さんにお小遣い渡してて、お母さんはいや息子の世話になりたくない、私は私の生活で頑張るっていう関係を叩かれて、舛添さんは1円も渡してないんでしょ。都知事だよ、金持ちだよ。なんでそれ叩かないのって俺思うんだけど。庶民は知らないから叩けないでしょ。要は情報をコントロールされてんでしょ。だからもうそういうくだらないバッシングじゃなくて、正しい知識を広めないとダメよ。俺なんか変なこと言ってる？うん。いやだから現行法律生活保護に対する誤解叩きってほとんどそうだよ。生活保護は働いたらダメとか言ってる人もバカ臭いよ。働かないと生活保護で働いてる人たくさんいるよ。勤労の義務じゃん。だから勤労の義務で働ん？お。おいっすー、久しぶりっすー。お疲れ様です。今放送中なんだけど大丈夫？はい。うん、あのさ、あのバンドをさ、フワッチバンドを組もうと思ってて、アメリカ人ベースできないかなと思って。ベースはできないです。マジか。なんか楽器できない？はい、楽器もうほんとちょろっとギター弾けるぐらいで、うん、ギターもそんな弾けないです。あ、そうなんだ。そっかそっか、はい、なんかベースできる。コウヤがベース弾けるんじゃないですか。コウヤね、ボーカルでやりたいっつってんの。ベースは誰ができるかな。便所太郎さんができるっていうのをちらっと聞いたんだけどね。うん、便所さんベースできるのかな。うん、でなんかできるメンバーでちょっとふわっちの配信者でバンド組もうっていう企画やってて、アメジンどうかなとか思って、はいはい、そうそうそう、声かけようと思って。僕ベースはできないですね。そっかそっか、オッケー。はい、うん、はい、ありがとう。はい、了解です。うん、お疲れ様です。はい、失礼します。失礼します。そっか、アメジンできないか。ゲンちゃんいらっしゃい、こんにちは。うん、あ、そうだ、ゲンちゃん、あの会話で話せない、 LINE できない。今ゲンちゃんさ、お願いがあって、俺今バンド組むんだけど曲作ってくんない？めちゃくちゃな無茶難題かもしんないんだけど、荒野とバンド組むんだけどさ、あの曲ゲンちゃん作ってくんない？ダメ？そう、ゲンちゃんにあの相談したかったんだよ、うん、カスタネットトライアングルいらないでしょ。でも私の知ってる保護者は病人や老人が多くて本当に叩くのかわいそう。いや、老人や病人は多いんだよ。なんでかっつったら収入が低いから。うん。LINE今できない。了解です。曲もしよかったら一曲作ってもらえないかなと思って。うん。いや、練習するよ。してるけど。いや、練習しろよって、24時間練習なんかしないよ、誰も。練習やってるよ。タイムシフト見てみて。あの、じゃあ調べてから叩こうね。調べてからアドバイスしようね。練習してるから俺、うん、あの知るもしないさ、外部の初対面の人にそんなこと言われたくないよ俺、うん、山さん、はい、サイさん、こんにちは。生活保護を受けると病院で差別を受けたことはない。ただ病院の受付では生活保護を受けてるの確実にバレる、先生と。なんでかっていう と、お金がかからないから。うん、で俺は病院の待合室に行って、あのどの人が生活保護者か見抜けるよ。あのお金払うところキャッシャーで、うん、財布出さないから。尼崎はヤクザと病院に診断書書いてもらってるヤンキーが受給してる。そういうのは不正受給、完全に、うん、それはもう完全にアウトな案件、うん、ねえ、昨日練習枠やってたよね、サイさんね。作りたいけどアドリブでは編曲しょっちゅうしてるけど、いつまでに、いや、あのいつまでに、だいたいね2週間3週間ぐらいで、あのね、簡単に言うとグランジミュージックって言って、あのカートコバーンみたいなコード進行3つとか4つとかであるじゃないですか。ああいうので、簡単な曲っすね。
グランジ、グランジミュージックってわかります？カート・コバーンっていう、ああいうノリのなんかそう簡単なコード進行でベースとかもこうこっち側でコードさえわかればやるんで、要はメロディーとコード進行をこうもらえたら嬉しいなとか思って、うん、そういう感じじゃないですよね。コラボ東京来れます？東京来れます？源ちゃん東京済みっすか？うん、あマジで作詞はあの荒野がやるんで、荒野もう決めてるって、1曲目花火ください。1曲目、今日は小敷のライブに来てくれてありがとう、聞いてください、1曲目花火くださいっていう曲はもう絶対決めてるんだって。うん、小敷っていうバンドだから。はい、おかえり、仕事お疲れ。うん、練習頑張るよ、またね。うん、そういいでしょ、花火ください。荒野やっぱボーカルでセンス間違ってなかったよね。ただなんかこうメロディーセンスとかないから俺ら。うん、キング V 絡みたくない、俺あいつ大嫌い、悪い、トンチキさん、あいつ金梅さんにすげえあのひどいつうかうざがらみしたから一回ぶん殴りそうになってるもん。あいいよ放送、いやLINE かけてきてください。今度 LINE 源ちゃん登録しといて、あの生主の源ちゃんですってメッセージ送っといて登録しとくから、 LINE にさ生主の源ちゃんだよって送っといて、でその時あのメッセージだったら読んでおけるから、今 LINE できないんでしょ、なんか書いといてください。うん、よろしくです。しかもヤンママが仲間割れして不正受給通報し合って潰し合ってる、もうクソみてえな世界だな。クソだなほんと、亀仙にやばいでカオスだよね。もうそういうのはもうバンバンもう地獄絵図だよ、そんなほっとけ、うん、勝手に捕まるからそういうやつら、うん、俺はそういうのはもう全然もうあのくだらねえと思ってるから、うん、命を救うための制度なのに小遣い稼ごうってやってるわけでしょ、くだらねえ、ほっとけばいい、勝手に捕まるからそういう小悪党ども、うん、俺はそうじゃなくて本当に命をもう守れないような状況に陥った人を助けたいの、もしくはその制度を理解したいっていう人のためにやってるからさ、その目的が全然違う、そんなのは警察がやってくれるよ、日本の警察優秀だから。よしそろそろだな、じゃあそろそろ俺シャワー浴びて荒野の家に向かうために外配信やります。皆さんありがとうございました。1時から放送、1時に荒野と待ち合わせしてるんでシャワー浴びてきます。お疲れ様です、みんなありがとう。あ、無料アイテムちょうだい、無料アイテムちょうだい、みんな無料アイテム配られてるから、無料アイテムなんとかくん、トーマくんっていうのちょうだい、無料アイテムください、有料アイテムもください。お疲れ、みんな無料アイテムと有料アイテムちょうだい、よろしく。じゃあまた後で、お疲れ。いや無料アイテムちょうだい、無料アイテムちょうだい、投げれない、なんでなんで投げれない、まあいいや、後でください、お疲れ、後でください、お疲れ、ごめん俺の設定ミスだ、ごめんごめん、お疲れ、後で、ごめんごめん俺のミスだわ。